脱完璧主義で日本勢初の入賞だ。北京五輪フィギュアスケートペアのフリー、19日、首都体育館でショートプログラム SP8 位だった、りくりゅう、琴三浦璃来、20、木原龍一、29イコールともに木下グループ、組は、自己ベストの141.4点をマークして合計211.89点で7位入賞を果たした。そして木原は、三浦の話を補足するように、こんな二人のやりとりを明かした、SP が終わった後に二人とも少し自信をなくしてしまって、今日の朝の練習もタイミング合わない状態で、不安なことがあったけど、朝の練習が終わった後に話をして、無意識のうちに二人がプログラムをノーミスでやることを意識しすぎていたので、1000ミスでいいからとにかく恐れず楽しくやろうと二人で再確認した。